お疲れ様です。僕できないんですけどね。また釈迦町盛り上がってるらしいんで、ごめんなさい。でもこういうこと言うとまたなんかいろいろ叩かれるから言わない方がいいかなと思ったんだけど、やっぱり僕もね、思うところがあるんで釈迦町については、撮ります。長年うちの店では、古くは釈迦町禁止大会とかやったりとかね、しまして、あんまり肯定的な立場ではないです。はい。それはね、でもね、こういうパチパチが好きなんだとか、かっこいいとか、いろんな意見があるし、同時に、やっぱり釈迦パチはうるさいからやめてほしいっていう意見があるし、この二つはずっと永遠に、理解し合う、お互い分かり合えることはないと思われる理論なんですよ。でも、相対的に見て、長年の経験から見てなんですけど、やっぱり、俺はどうしてもパチパチするんだ、パチパチが好きなんだっていう人に、まああんまり、言い方はちょっとソフトにしなきゃいけないんだけども、あんまり店としては好ましくないお客さんであることが多かったね。結論というかそういう傾向があったね。うん、どう思います町田さん。ああ。僕は、うん、僕はもう生粋の割とカードゲーマーなんで。あ、生粋の、うん、割とそういう現場にしかいなかったですから、ね。はい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 、はい。はい。あ、まあでもちょっとなんか特に。そうですね。僕もでも一番最初に言った、まあお互いに正義があるんで、うん、特に僕は触れない方が、まあなんか遠くから傍観してる方がまあいいかなぐらいの、うん、はい、立ち位置なんですけど、うん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 、まあ、特になんかだから、なんか何とも思わないというか、まあ、例えば嫌な方の人は、まあ嫌なりの、まあ理由があるし、うん、まあ、まあ、僕ももちろん、推奨はしませんけどね。推奨はしない。推奨はしない。手札シャッフルの一環です。そういうことだったらいいんですけどね。そんなことね。こんな変える必要ないよ。だからね、僕はね、もうごめん、遮っちゃって悪いけど、はい、僕は、ほら、ブオンブオン車の音鳴らしてる人いるじゃん。うん、バイクでもさ。ああいうのがすごくかっこいいと思ってブオンブオン鳴らしてる人たちと周りでうるさいなと思ってる人たち、どちらも正義でしょ。だってそういう趣味で楽しいんだから、ブオンブオン鳴らしたいんだからやればいいじゃんっていう意見と、やっぱりうるさいからやめてほしいっていう意見、どちらも分かり合えることはない。それと似てると思うのね。 そうですね。あとまあ入れ墨でもいいよ。入れ墨はファッションなんだよ。世界的に見たって何タトゥーは認められてるんだっていう意見もあるけれど、やっぱり同時に、いや、やっぱりそういう怖いから、お店としては、ほら、銭湯とかね、禁止になってたりするじゃない？で、そういう、ね、自分の趣味と、それをやっぱり好ましく思わない人っていうのは確実にいて、で、なんていうの？例えば入れ墨だけどさ、入れ墨はやっぱり、おっかないなっていうイメージの人がたくさんいるわけよ。それは日本が遅れてるとか、世界的に見たらとか、いろんな意見があるのもわかってる。でもね、そんな中でやっぱり僕はお店側、その場所を管理する側の人間として、それでも俺は入れ墨なんだぜっていう人はやっぱりちょっと店として好ましくないことが多いという経験を持ってるわけ。わかる？マスクでも一緒。最近で言えばマスクをするしないの問題は確かにあるよ。もうこんなもん俺もしたくないし。でも外に行くときはまあマスクしといた方がまあみんなも気持ちよくできるんだろうなということですればいいと思ってるの。でも、俺はマスクなんか絶対しないぜ。半ワクチン、半マスクだ、みたいな人は、やっぱりちょっと、うわーって思うような人のことが多いじゃん。だから、嫌だなって思うし、なんていうのかな。だからね、パチパチをどうしてもしたいんだっていう意見の人ってやっぱり、少数意見だからこそ声が大きいというか、なんだろうな、こだわりを捨てきれないというか、迎合できないというか、めんどくさいことが多いんだよね。うん。この話伝わるかな今の。あ、伝わると思いますけどね。思う？だからそういう趣味の人を否定するつもりはないんだよ。もう竹馬みたいにほら、車がブオンブオン言ってるのがあれかっこいいと思ってんだから、あれ。ね？ブオンブオン車の音をさ、わざわざ、あれ改造して大きくするんでしょ音。あ、そうなんですか。俺全然知らないです。わかんない。なんかね、わざわざお金かけてブワーンって音鳴らしてるらしいんだよ。へえ。だからそれのセンスがまずわかんないけど、
でもいろんな趣味があるんだから、勝手にやればいいじゃん。まあでも本当は夜中とかうるさいから勘弁してほしいなみたいな感じなんだけど、そう、そういうふうにいろいろあるんで、ただ店としてはあんまり好ましくないことが多かったなっていう気はするし、少なくとも小学生たちが積極的にパチパチやったらお前はうるさいぞ、みっともねえからやめろとかは言うな。うん。うん。で、実際うちの店はそんなにほら、ゲームスタート、大会スタートになった時一斉にパチパチするような CS 会場みたいな雰囲気とはちょっと違うじゃん。まあそうですね。うん。で、実際そういう人もあんまり減ってきたと思うし、うん、だからそれでそういう立場ですよって、うん、あのいい悪いじゃなくてあんまり店としては好ましくないと僕は思ってるよっていう、またなんか言われるかな。いやいいんじゃないですか。いやだからそれで突っかかってくる人は多分どうせ来ないですから。そうなの、だからそういう人には来てほしくないから。そうそうそうなのよ、来ないから。そうなのそうなの、確かにうちはそういうとこじゃないんでっていう感じかな。うん、そう、あんまり、うん、そうだね。やっぱすべ、経験則で結構動くじゃん。かつてこういうのパチパチで言ってた人って、うん、結局うちの店にはハマらなかったっていうか、なんかね、うん、違う感じの人が多かったじゃない？やっぱり、うん。そうですね。っていう感じでまとまりもないですけど、ほら、でもサムネにさ、あの、シャカパチについてみたいにやるときっとそれで見てくれる人もいるかなと思ってさ。うん、それでやってみました。はい、まあ、まあ、だから批判は来そうですけどね、うん、うんうん、まあいろんな意見があるのはいいんじゃないですか。うん、でもうちにはちょっと違うと思いますよっていうぐらいで。あ、そうですね、はい。あ、やるなら静かにやればいいんじゃない。ハンドシャッフルだっけ、これとこれをこう隠すの、こうこのぐらいでいいんじゃない。まあでもかっこいいと思ってんだもんな、うん、パチーンってのが、その置くときにもなんかスッと置かないでパチッと置くよね、なんかそういう人って。なんだろうね、うん、なんかめちゃくちゃ音でかい人はいます。なんかカードを曲げ、なんだろう、なんか過剰ですよね、みんなね。その気になる人は。思ってるんだよな。でもそれ気持ちもわかる。麻雀でさ、カチャンって小手返し、わかんないから、麻雀で、あ、なんかこう、ね、やるの手元でガタガタやるやつです、ね。俺もあれかっこいいと思って練習した時あった、そういえば、麻雀では、うん。でも、そんなの無駄な動きだし、そんなことをやるぐらいならとか、にいつか気づくと思うんだけどね。うん、でもね、シャカパチは結構得意なんですよ、ね。あ、マッチは得意なの？みんなスリーブとか、多分それ用にこう、ちょっとやっぱ厚い方がやりやすいんでしょ。なんか厚めのわざわざハードの、うん。そういうのは結構、言うよね。よく知ってます。まあそうなんだろうけどな。まあ、はい。くだらない話だと思います。はい、じゃあお疲れ様です。